文化放送、大竹まことゴールデンラジオ今日は祝日で大竹まこさんお休みです。 その大竹さんがお休みということで特別企画春の愛51キャラットのメモリスと題して春の愛さんが大好きだった曲を年代ごとに紹介していますまあ今ちょっと春のさんお花畑に行ってます早いでお花畑ですかねできますよねすごい速攻で積んできましたねいやーほんとスッキしましたすっきりしましたはい <laughs> いやーでも本当私の曲ね今回ねこの年代ごとにやっぱりあの自分がやっぱり大好きな曲ってもう山盛りある難しいんですよこれ選ぶのそうですよねで何年にもあるからジャンルとか問われずねそうこのそうなんです10歳から20歳の間でとか20歳から30歳でって言われるとねそこから一曲に曲って難しいですよねだからすごい悩んだんですやっぱこの時には私の目まぐるし変化もあったし、うん えー、ちょうどニューハーフの店働いてそのねニューハーフのテレビがいっぱいあったんですよ、うん、当時<ー>その時にいろんな番組出てだから上沼恵美子さんの「エミチャンネルの第1回目のレギュラーに選んでいただいたのも、うん、そのテレビに露出がいっぱいあった時にだったんですよ。で東京出た時にちょっとサバ読んだ方がいいんじゃないかみたいなお話になり <laughs> そこで <laughs> はいサバ読みました4つ。 えー、で4つ、まあもう絶対バレたらあかんなと思って腹こっちも腹くぐってやりました、はい、その時に4つ下の人で「誰やろ?」って言ったらもうこの人が時代を作ってたので次の曲のこの方なんですけど二、ねまあ、21から30キャラットの間の1曲目が、まあ、さっきの山根康弘さんでしたけど 2>,、はい、2曲目がこの曲です。安室奈美恵さんで「Don't wanna cry」。 さあ、安室奈美恵さん、どんと穴暗い、あいさん二十四キャラットごまかした時の二十四キャラット、四 <laughs> つサバ読んで同い年ってことになってた時の二十四キャラットの曲。はい、ややこしいなね。いやだから安室ちゃんの曲を歌ってたらその。<laughs> 世代でカラオケで歌ったら怪しまれないし安室、うん、ちゃんも一生懸命歌 <laughs> あの覚えたしっていうかもう時代が安室だったんですよ、うん、ーエルズコソックスも私も履いたしエルズソックスの頃は、ねはいもう,もう世の中すごかったよね安室ちゃんの影響というかね、うん、あのバーバリーのスカートも買いました、うん、黒のタートルの半袖のやつに安室、うん、ちゃんと同じ格好してたもんね。あ<ー>まあ今の言言葉でううともう インンフルエンサーのトップですよねあの時の時、ね、あもうそんなパソコンとかないけどね,ねワープルもやった時代かなの時んだから私は上京してそうあのー、たまにね営業が入るんですよ、うん、そんな時に私は持ち歌がないから、うん、AI ややも当時は何もないので、うん、あっチ,チャンス。 チャンスはあ葬りましたので一回昔小西 <laughs> 健二のデビュー版というのがレコードレコードの時代に出したねレコードで出してるんですよねすよそれがすごいレコードで出したんですよ今ででも高くなってるみたい、ねはい、すごいプレミアついててうんそ,のその話誰も知らないから <laughs> 結構知らない話知ってるっていう純ちゃんのいいとこですよね <laughs> そ だから私最後に自分のまあうちブとかないから春ないすバー,ーなんかニューハーフの,そのテレビの露出でイベント呼んでもらえるんですよ結構ねあの大きな自衛隊の大きなあの夏祭りとかに行ったりとかした時に最後「ドントワナーナくらい」よ安室ちゃんのようにみんなでもうなもう何万人もいるお客さんにこうやって手振ってばってやるんですよ。持ち歌のように 自分の声でそうなんですね are you, you are my sunshine <laughs> もっと出たね昔24キャラットの頃はもっと出た <laughs> さあ続いてはですねあの三十一から四十キャラットの間もう一段階年代が上がりましたそ,、ね、その時の大好きだった曲一曲目曲紹介をお願いしますもうねオーディションブームだったのでいろんなオーディションの番組をやってた中で えーそこで生まれたアーティストにあのの曲なんですもう大ヒットの冬の曲なんですけど、うん、これを作ったのが私縁がある方で、うんえー、スクーポンサンバディです、うん、スクーポンサンバディーで My Gift to You スクーポンサムバディ My Gift to You お送りしております三十一キャラット元あのケミストリーのね、はい、曲ですよねそうなんですよ、はい、ケミストリーに、うん 曲提供したののがこのスクープン、ね、実はねこのオーディション「サやん」からね「ケ、うん、ミストリー」も出てきたんですけど実は私も「太陽とシスコムーンの」うん、あのオーディションに<え>出して、うん、結構テレビでそのプロフィールまで取り上げてもらったんですよそうなんだ。あの人たちって、あのー、元陸上選手とか。うん 元なんとかとかって元がつくから私は元男を送ったらこんな方からもみたいな感じであのそう取り上げてもらった時はすごい嬉しかったですけどねやっぱり安室ちゃんから「アイランドビーっていう世界を知るんですよ私は、うん。 もともとニューハーブのお店働いてる時もジャネット・ジャクソンの曲で踊ったりとかダイアナ・ロスで踊ったりとかブルースとかでママが大好きな曲で踊るから覚えるんです自然に、うん。そういう洋楽っていうのがもっと入ってきた時に安室ちゃんでもっとその R&B とかブラックミュージックが身近になりで このマイギフトというでスクーポンサンパリーになるんですけどこのスクーポンサンパリーの武田さんってボーカルの人のお父さんにずっとあの産婦人科のあのお父さんなんですよあのそのお父さんにあのホルモン注射を昔はねすごいですねそうなのそれを東京であのまあみんな忘年会のパーティーみたいなのがあってそこで横で武田さんが 武田院覚えてるか?」って言って言うから「えっ!」って言って「武田院」っていうのはもう私しか知らない先生と知らないうあのもうお亡くなりになったんですけど先生と私しか知らないもう秘密事だったんですよ当時そんな売ってくれる病院ないから診察外においでって言ってくれて。 それからもお兄ちゃんみたいな存在でいろんなあのコンサートとかまあね最近も行ってるんですけどその時に「マギフト・うってそうなんそう作ったんだとか思って、うん、結構影響されてた。 曲なので、スクープのバージョンお送りしました。純ちゃんなんですか。何。いやもう愛さんでしか聞けない貴重な。そうですね。話だな。必ずこう人とのつながりみたいな。話が。でも、ほんですね。そう考えたら、なんか。そうやってつな、つながって、みんなに。本当支えられてる感じですはい。ということで、スクープオンサムバディ。マイギフトトゥユー聞いていただきました。ちょっと一枚メール。 さん、行ましょうかね、えー、今日はすごいタイミングというテーマでいただいてますが、はい、こちら神戸市神戸のたぬき坂さんです。63キャラットの<ぁ>男性です。先輩、えー、今日は神戸で阪神タイガースの優勝パレードがあり、<わ>しかし、すでに朝の6時頃から並んでいる人もいて、<え>僕は10時頃神戸三宮に着きましたが。 すでに遅くタイミング悪くパレードを見られず、あ<ら>やっぱり1時間前じゃもう見られないですね、えー、まるで日本全国の阪神ファンが神戸に殺到したようなものすごいものでタイミングを外しましたでも行かれたんですね、うん、一回、ね、佐野宮ねねだとね見とこうかースででたらす、ね、すごい人ですもんね。うん いやほんで道筋も今ねあの車線を今歩道にして遊歩道にしてるんですよ工事して、うんうん、だからそこをすごい人集まれるようになってるか逆にすごいやろなーー、ね、トータル何万人ぐらいのねしいいやいなかったさあそしてこちらです、うん、鳥取県のラジオネーム一匹りさん鳥取県36キャラットの方です<あ>男性。 <笑>爆笑問題さんの30周年のライブを見に行きました、はい、田中さんがデザインしたキャップが欲しくて並んだんですが、うんうん、僕が買った時に「以上で販売終了です」と言われました<ー>僕の後ろから「あー」とため息嬉しかったけど逃げるように会場に入りましたでもギリギリ間に合ったあギリギリ、あのー、最後の一人だった 売れるっていいね。松本洋子さんの <laughs> いやすごいよ <laughs>。そうですよね。うんなかなかこのライブだけでっつってね。私のライブのやつどんだけもう何年前のやついうぐらい売ってるからね。<laughs> 逆にプレミアつくよね。<laughs> 昔の今買いますよって。<laughs> うん、すごいわね。そんな私もねあの前のね、うん、オリンピックのタイミングで砂山さんが中継してる時にあの記者の方向けのところでマネキン人形売ってたんですよね。うん メディアのねメディア入れないところの自動販売機で招き猫が売ってた招き猫だマネキン人形なんで売ってるんだ招き猫5色の招き猫が売ってでそれ相当高かったんでいやそうなのあでもメディアしか入れないとこでそれなかなか買えないから買ってくださいって言ってねで買ったんです いいタイミングで、慶太郎さんもう本当、あいくらでしたっけ？あれ二万ぐらい二万円くらいですねしたんですけど、私は記念に買っとこうと思って、このね番組でも放送したんですけど買ってきてくださいって言って、それいいタイミングであれ全然どこも出てないメルカリとかにもすごいです。すごいタイミングありがとうございます。他全部売り切れてるんです。それだけ最後まで売れ残ってなんだ。それだからそれぐらいだから希少になってるってこと逆にね。 ありがとうございます。すごいタイミングね、はいうん、えー。こちらはこの後もご紹介していきますが、はい、さあでは大竹さんがお休み中の特別企画、はい、春の愛51キャラットのメモリーズ、春の愛さんが大好きだった。曲年代ごとに紹介しています。はい、では、31から40キャラットの間の2曲目参りましょう。曲紹介お願いします。まあ、もうね。これはあの私が。 15歳であのニューハーフのお店の門を叩いた時にもうオープニングでで流れてた曲なんですよ、うん、もうその当時はねまだビヨンセが歌ってなくてその前に、えー、ミュージカルとかでやってた音源を使ってたんですけども大好きな映画の曲でもう今でもテンション上げるために聴いてますドリーームガールズビヨンセですさあ「ドリームガールズ」聞いてもらっております。はい、34キャラット そうですね、この時ね、うん、あの渡辺直美ちゃんもこれで絵ーー、ね、あげで私も「エアーやや」でだったんですけど私この「ドリームガールズ」はずっと絵あげやってたんですよ、うん、だからね一回ね一緒にやったりとか番組によっては入れ替えたり持ちネタを私がビヨンセやって直美ちゃんがあやヤや,やってとかね、うん、いろんな企画で一緒にしたなと思って、うん、今でももう、まあ、華やかで大好きなビヨンセが大好きですけどこの「ドリームガールズ」聴いたらね もう痺れますね小への憧れみたいな、ねうん、ものも含めてですよね。さあこのあと41キャラットから51キャラットはこのあと3時台にご紹介します。いよいよはい